父さんたち、どうしたんだろう。家に帰って電話かけても繋がらないし、私との約束、忘れちゃったのかな。探しに来たって知らないんだから。わあ、夜になるとすっごくキラキラしてるな。夜はいつもすぐ帰りなさいって言われちゃうから、あんまり見れなかったんだよね。家出して大正解かも。この人、ちゃんとお腹から声出てない。え、おまわりさん？その、あっちの方で待ち合わせしてて、さよなら。駅の前にいるとおまわりさんに見つかっちゃう。どこか見つからないようなところに行かないと。この辺なら大丈夫かな。あれ、もしかして雨？どうしよう。あそこの工事現場、ここ大きな建物作ってるみたい。何かビルができるのかな。お、この看板に書いてある、都立神山高等学校、高校の校舎みたいだね。へえ、学校なんだ。ちょっと探検してみたいな。あん、工事現場は危ないから、あんまり近寄るんじゃないぞ。はーい。あそこなら屋根もあるし、おまわりさんにも見つからなさそう。
お父さんは危ないって言ってたけど、お父さんだって約束守らないんだから。私だって。行ってみよう。この隙間から入れそう。お邪魔しまーす。おー、よかった。ライトとか全部消えちゃってるけど、誰もいないみたいだし、ここなら朝までいられそう。せっかくだから探検しちゃおっかな。よーし、レッツゴー。あー、広いなー。暗くてよく見えないけど、ここが教室かな。あ、壁にいろんなコードがある。ここに電気つけるのかな。学校になる前の学校って面白い。お、今何か音がしたような。誰かいる。あ、どうしよう、見つかったら追い出されちゃう。どこかに隠れないと。気がするし、階段の方からだったよね。ちょっと覗いてみようかな。えい。あれ、誰もいない。あっちの廊下にも。じゃあ今の足音って、一体。もしかして、お化け？でも、お化けなんているはずないし、あんなの大人が怖がらせようとしてるだけで。でも、足音がしたのに、姿は見えないっていうことは、やっぱり、音がする。どうしよう、お化けだったら私食べられちゃったり。逃げなくちゃ。どうしよう、ここから出たいけど雨が降ってるし、それにもしうろうろしてお化けに見つかっちゃったら。あ、お腹減った。お父さん、今日いつものカレーにしてくれるって言ってたな。お父さんのカレー、お肉ゴロゴロしてて、辛いけど、リンゴが入ってるから甘くって。お母さんが何回もおかわりするから、お父さんが何回もよそってくれるんだよね。ナギさんと、タイガおじさんも、おいしい、おいしいって。帰りたいな。みんなでカレー食べて、お風呂に入って、お布団で寝たい。でも。次の日曜の昼には必ず練習を見よう。
父さんの嘘つき。また足音が